とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやっていきたいと思います。前シーズン、一応取ったんだけども、結構ボコボコにされて、放送しなかったんですよね。今回は負けてもやります。では、行きましょう。あ、ちなみに、サイコロというか、鉛筆の後ろを削って、1から6の番号を書いてます。1番が報酬の、一番、左上。で、そこから右に、2。で、3。で、下の一番左が4。という風になってます。それをランダムで取っていく感じですね。どうなるかな？今回はそんなに難しいタワーではないので、多分余裕でいけそうな気はするんだけどね。どうだろう。実際ね、やっぱね、装備に助けられてるっていうところがあるので、これね、いけるかわかんないのよ。いきます。相変わらずだな、3が出ます。3です。3がね、出やすいのよ、これ。なんだろうね、多分削り方の、形とかなのかな。結構ね、3がやたら出るんすよね。うん。でもまあ、3を出すっていうのはこれズルじゃないので、まあそこはご了承ください。うん、なんかそういう仕様になってます。OK。まあ問題ないね、ここら辺は。し、まあいつも俺が使う、地雷が出てきてくれたので、まあ、ここは問題ないでしょう。まあまあ問題があるのが、今回は、27回かな。その手前でなんかどっか難しいところあったりするかな。どうやろう。あ、ごめん、下落ちた。1。亀の防具か、きつくない？これきつくない？別にいい演者はなさそうだけども。まあいいか。やれるよ。やれるさ。防具が変わったぐらいじゃ。まあまあこれも軽減がついてるからね。軽減ついてるんで、問題はないはず。うん。火力は下がるよ。火力は下がっちゃうんだけども。まあ、大丈夫でしょ？結構火力違うかもね。やばいな。いきます。3 3ばっかりだもんな。今日、いや、いらないかな。いや、ちょっと待って待って。こっから共鳴を1入れて、ソウルをできる限り集めていくか。うん、ソウル集めていくと、ちょっと、あとあと、やばい！役に立つような気もする。ちょっと待って、これ、やべえぞ。そうか、そうか。傭兵のアーマーじゃないから、攻撃力が足りなくって、クリーパーを2発じゃ倒せないのか。なるほどね。こういうのが出てきてるか。これちょっときついぞ。防具が変わると。やばい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 。あぶねえ。ちょっと待ってよ。よし。ちょっと、これ、結構きついぞ。うん。あ、まあまあ、ランダム報酬そんなもんさ。うん。これはもうきついもんだ。わかってるわかってる。よし。OK。で、あと1体ですね。OK、いきまーす。4! お、4、4はなかなか出ないんだけどね。また？ちょっと待って。いいや。これね、エンタポイントもね、なかなかたまらないっていうのもね、結構きついところなんですよね。いや、これきつい！やばい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 ！あぶねえ、これ。あ、これきついよ。
あ、でもそのためのあれか、矢が今回結構出てきてくれてるので、矢をしっかり使っていけばいけるんじゃない。いや時間かかるこれ。よし、オッケーオッケーオッケー、これ矢を使っていけばまだいけるわ。んでここは取っていきましょう。ね、弓が事前に出てるんで火力は高いはずなんです。 OK いきます。1、お3じゃないぞ。メズ、あー羽はいらんて、はうーん、あでもクールダウンショット、いやー意味ない意味ない、そんなに意味ないから。ちょっと待って、これきついよ、そもそもが。うわひるませることもちょっと厳しいか。なるほどね、そういうことになるか。いや火力が足りなくて敵がなかなかひるみにくいっていうのが結構つらい。よし、オッケー、あとここでおしまいだね。なるほど、次いきまーす。 6! なんもなし。はいはいはい、いやいや、まあまあとりあえず15回ぐらいのボスまではまあまあいけるんじゃない。よし、なんか途中ね面白いやつが1個ぐらい出てきてくれれば嬉しいんだけども、どうだろうね、装備次第では途中もう完全に積む時があるのよ。それを防いでくれれば嬉しい。よし、武器欲しいな、あまり使わない武器でいいから、とにかく攻撃力が全然足らん。まあ普通に言ってもちょっと足りなくなるんだけども、さらにだもんね、パワーシェイカーもないし、防具がこれに変わってるんで攻撃力が下がってる。3出ました、3。うわーきついなー。いやまあここは全部いらんかったけど OK。 まあちょっと足が速くなったと思っていいんじゃないですか。いやーなるほどねー、 OK。 あちょっと待って、いや火力は別ねえか。これはこのクリーパーどうするか。あ、まあまあまあなんとかなるか。あ、うん、なんとかなるじゃん。 OK、 まあ余裕ですね、まだ8回だから。よし次行こう、行きます。1、今日なんかえらい1出るな、今日1多いよ。なんだ、わあ、ここは愛のメダルが欲しかったな。森のやつ、まあ外れではない、うん全然外れではないんで、おおいいんじゃない、いい火力だよ、いい火力。ちょっと待ってきつい、危ねえ危ねえ危なー。よし、いけたいけたいけた、あー幽霊マントが若干役に立ったね。3、ああーいや刀かー、まあいいや、いつはこれでいきましょう。まあ無難にエーリー、あまあまあ意外といいエンチャじゃない、
おお、鋭利に吸血、悪くないよ。よし、ぶっ飛ばせる。いいんじゃない？もう、こっち側に打って。よし。あ、意外といけるんですよね。オッケー。落ちろ落ちろ落ちろ。あんまり落ちてくれないな。風が吹けばね、落ちるんだけど。よしよし、オッケーオッケーオッケー。やばいやばい、これやべえぞ。狙い撃ちにされる。でもそうはさせないぞ。よし、オッケー、いいんじゃない。いけました。次いきます。2、久しぶりに2が出た。ここサイスでよかったんだけど。まあいいや、流れ込む魂ついてるのでいいんじゃない。うん、2つけとけぐらいかな、とりあえずは。他ない。あー、激光一応入れとけ、役に立つかもしれないからね。ここはクリーパーが結構出てくるんでちょっと嫌なんだよな。よし、オッケー。あっ、食らってるやん。あっ、あ、でも一発でいける、一発でいける、いけるやん。オッケーオッケー。もうそんなにここ敵はいないはずだから。あっ、全然ワンパンでいける。いいいい。で、流れ込む魂だって回復するんで、あ、なかなかいい装備だ。うん、マッチしてるマッチしてる。次いきまーす。 6! なんもなし。まあ、うーん、ゴーレム欲しかったな。次いきましょう。まあまあ、全然まだいける。いや、この武器意外といいぞ。いい感じでワンパンしていけてる。 OK、 これ奥の方までいけたらよかったんだけども、あんまりいけんな。ちょっと待って、ここをまず倒す。おい、減り、減りすぎ減りすぎ。よし、ちょっと待って、やたら減ったな。あぶねえ。ある程度減ってもまあ流れ込む魂で回復はするんだけども、もともとのもう HP が低いんで厳しいな。あ、矢は今回結構出てきてくれていいよ。うん、矢はすごい出てきてくれていいんだけども、うーん、防具欲しいな。そろそろ防具来ないとちょっと積むかも。いきます。 5! なんだ。あ、いやあ、まあ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 ね、まあね。あんま良くはないんだけど、そうね、タンブルビー 100%、 まあまあとりあえずいいか。これでいきます。霊気でなんとか動きを止めて。いいね、今回ほんとに矢がやたら出るよ。感じじゃない？オッケー。あ、うん。なんか攻撃力アップの防具が欲しいかな。なんか出ないかな。なんか火力アップが出てきてくれればすごい嬉しいんだけど。どうやろうか。オッケー、いいね。やっぱタムルビーいいよ。おお、あ、ならばそうか、羽残しとってよかったか。うん、これだったら羽があった方がよかったね、うん、幽霊マントよりも。よし、いきます。落ちた。1、ああ、まあ、うんうん、いいかな。攻撃速度は上がりました。
どれをあげるか。これは悩むぞ。武器あげるか。エンチャ入れて。あ、いや、もったいねえな。ボブ。うん。耐久力上げとこう。まあ、97でそこまで上がっちゃないんだけども、後でね、武器のエンチャを入れるっていうのももったいないんでね。これでいきます。クリティカルでしょう。うん、間違いなくさ。よし、行くぞ。地雷はね、もう、出た瞬間出してて、もうあんま意味ないからね。前はね、地雷で、ワンパンができたんだけども、よし、あんまり減らせない。やっぱここパワーシェイカーが結構優秀だったな。よし、行きます。来い、そっちかい、こっち。あ、よし、 OK、 OK、 いいよ、いいね。もうよし、あとこれで終わり。はい、次行きまーす。 3! なるほどね。もうちょっと足りないかな。でも16階までは来てます。いけてるよ。いいんじゃない、感じにターゲットになってくれてるけど、武器がそもそもちょっと良くない。ちょっと待って、あれ激光、あ違う、激光はやっべ、一個前の装備だね。ちょっと待って、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、矢も出るし、よかったよかったよかった。はい、次いきます。1、あ、なるほどね、反対側から回すと1が出やすいのか。無知、これがよかった。ここでなぜ3が出ない、無知かよ。いや無知厳しいって。あー、まあまあ、ラストクリでいきますか。まあまだまだいけてる。いや問題はやっぱ27回かもしんないね。 OK、 あ、意外とラマ強い。おう、ラマいいじゃん。し、あの霊気が素晴らしいね。 OK、あぶね、あぶね、うわうわうわ、ダメじゃん。ダメか。一発じゃもう倒せなくなってるよ。オッケー。いや、ラマが本当に強い。うん。こいつ、こんなに役に立ってくれたのは。素晴らしい。オッケー、悪い。行くぞ。あれ2、1が出るかと思ったら2ですね。あーあーあーあああ、いいんじゃない、耐久力も増して。いや、いいと思うよ。雪玉を3入れとけ。で、クリティカルをもう1入れときましょう。2と1じゃ結構違うんだよね、クリティカル。オッケー、いいねいいねいいね、いいよ、よし、OK、いいじゃない、雪玉がすごくいい感じ。ちょっと待って、こっから歩ける、あれちょっと待って、上だなこれ、あれエンチャンターはいない、エンチャンターがね、こういるはずなんだけど、いや怖いな、どっか移動していってない、
や、いないか。オッケーオッケー。でもまあまあ、もう倒せる、もう重い。まあまあペットだからね、あまり耐久力には期待しない方がいいか。こっちにいた。いや、ここは普通にいるやつか。 OK、 そっちにもいたんかい。よし、まあまあ、でもこれでおしまいですね。いや、まだいる。意外と多いな。18回クリアー。次いきまーす。3。なるほどね、なるほど。まあこうでしょう。うわ、ちょっと待って、やだな。いや、戦いに行く。ああ、いやいやいや、リーチが意外と長くていけるわ。うん、とあと雪玉ね。素晴らしい素晴らしい、全然いける。若干時間かかるけどね。オッケー、あ、いいんじゃない、いいんじゃないの。じゃあちょっと待て。よし、オッケー。あっちのエンチャンターのエンチャがこっち側までちょっと影響してきてたよね。よし、まずお前倒さないとどうしようもないわ。終わり？ここでもう終わりじゃない？よし、いや意外と いける、いける、全然いけるわ。2番。あー、うん、オッケー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 、ツルハシオッケー、いいんじゃない。8は入れとこう。で、うーん、まあ虚無だろうな。で、まあ出たら嬉しいっていうことで凶暴化を入れときましょう。うわ、ちょっと待って、ラマの HP こう更新してくれやがったな。いや、これ単発のねダメージは結構でかいんで意外といいのよね、ツルハシって。ちょっと待って、危ない、でかいへんせよ。よし、いいね。よし、蜂も出てきてくれてる、嬉しいね。おい、いけた。次1番。もう変わらなくていいよもう変わらなくていいんだけど。いや、嫌なやつになったな。鎌か、どうする。まあ、ここはうん、スケールウェイこれ使えるからね。ちょっと待てよ、これはちょっと元に戻して、エンチャでなんとかダメージ与えんとね。雷かな、手数が多いからさ。うーん、雷がマシかもね。あ、ならば稲妻フォーカス、いや、もったいねえな。いや、いいか、2ぐらい入れとけ、 1.5 倍だ。で、ラマの HP 更新してない、やばい。いくぞ、そこだ。うーん、まあいけなくもないってところかだね。OK、いいんじゃない。よし、 OK、 いくぞ。いや、ここでねビークを使うのはちょっともったいないんだ。ちょっと使いたくはない。待て、よし、このリーチの短さでこいつはつらい。オッケー。あー、もうちょっと攻撃したかった。うわ、無理か。よし、いけた。うん、オッケー、いけた。いいよ、結果オーライ。
1。なんだ1は。あーまあうん、いいんじゃないの。うん、これでいきましょう。んでここか。別になんてことないかな。うん、ここだったら。あーめんどくせえな、やばい、やべえ。うん、あでもいけてるな。うん、あいい感じじゃん。バジーネストすっごいいい感じにやってくれてる。ナイスナイスナイス。あいいよ。おう8、最高だわ。勝てる、これは、これはいける。でも武器はちょっとこれは勘弁してほしいかな。確かにあの雷結構強いけどちょっと使いにくいかな。 OK、 もう嫌いだって。よし行くぞ。1、うん、回し方が大体分かった。ああー、ようやく弓が変わりますね。いいエンチャがついてると思うよ。8最初から出そうか。マグマキューブが、いるんだよねここに。 OK、 ちょっと待て。あいいね、ハープいいよ。おう、いや、うん、いいすごくいいじゃん。あこれはいい弓ですわ。うん、今の俺にとってはものすごく役に立つ。あ最高最高。長弾3つけたいね。長弾3だったらこれ相当良さそう。 OKOKOK、 いいよ。終わりじゃない？楽勝。めちゃくちゃいい。3。ちょっと待って、5とか全く出ないじゃん。どうした？これか。これか。ソーブレード。あ、まあ、雷つけていきますか。いつもはね、俺ここで待っていっぱい出るの待ってやるんだけども、今回は待たない方が良さそうね。うん、敵がこう一気にこう固まってるところが出ればちょっときついかも。うん、いやきついわあれね。愛のメダルがあるからその戦法がいいんだけども、愛のメダルなしだったらあんまよろしくないかな。うん、普通にちょっと進んでいこう。いいね、もうこれやってるだけでいけるやん。いや、あ、強え、やっぱ強いな。うん、もともとは俺そんなに使わないんだけど、タワーで使うとすごく使いやすい。あと1回湧くよね。やべえやべえ。タワーのハープ最高だね。いっけ。でそこはもうちょっとハチたちに任せて、俺はこっち側から進んでいくか。やっべーって。よし、オッケー。あっち倒したしよ、もういいね。で溜まったらビーコンぶっ放せば、いやあんま軽くないか、いけそうな気もするんだけども。はい、25回クリア。いけるもんだ。3。こんなんばっかな。あーでもこれね、当たりが出るか外れが出るかなんだよね。羊はね難しいところ。あこれは毒のやつか。うん、青が外れだったっけ。どこが一番当たりかもね。
いやちょっと待って、カリブーちょっと待って、 HP 低い、 HP 低いなこれ。いや、うん、他のやつに比べて HP 低いわ。まあなんとかこうね、毒を振りまいて倒してくれ、頼む。いいぞいいぞ、いいじゃない、よし、いけ、いいね。いや全然倒せる、よし、余裕じゃん。で、あ、問題はそうだ、27階だ。これ下に落ちたな、下か上に降りてるね。あ、違う、上か、上だわ。あ、いた、よし、いいじゃない、6。あー久しぶり出たね6。まあまあまあ、うん、よかったんじゃない。来たレイス軍団、まあ、ここにこれ置いてればいけない、タチタチでさ、 OK。 でここら辺からいけば、あ、いけるいける、あ、これハーブかなりここに向いてるわ。おう、ぶっ飛ばすから全然余裕で落とす、これいいぞ。よし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 、いけ、オッケー、おお、いや、もう倒せそうだよこれ。やばいやばいやばい、いたんかい。でこっちでおしまいか。あ、この回結構きついかなと思いきや、全然余裕、いけた、ハープーンが強すぎる。1番、え、今日4が全然出てないな。まあまあそんなもんか。どれあげよう、どれあげるか、ハープーンあげても良さそう。ハープーンしましょう。公開。火力も上がってるし、いいんじゃない。防護は絶対いるよね。で、最後の叫び。いや、あんま意味ないか。ソウルフォーカス入れてもありだね。うん。まあまあ、次の、29回クリアした時の報酬を見てちょっとエンチャント決めよう。あ、なるほど、ここね。あ、いけそうだわ今回。うん、あ、ちょっと待って、いけ、よっしゃ、いいんじゃない、あとはもう余裕だ。ここあいつらがちょっと面倒くさいだけで、あと全然余裕なんでいけるでしょう。うん、通常でソーブレードあんま使わないけど、うん、そこそこやっぱ火力はあるわ。ああ、これいい感じ、じゃあこれで終わり。いけるもんだね、いきます。2番、最後2です。なんだ、まあまあいいか。まあいいか。他よりはマシか。なるほどね。最後の叫びもあんまり、あ、まあまあ、8は出るからいいか。いい、タンブルビーぐらいか。うん、これで行きましょう。で、クリティカルに、こんなもんか？うん、まあまあこんなもんでいきましょう。OK。
OKOK。 いや、いけるもんだね。今回ちょっと難しいかなと思いきや、いや意外といける。これで倒せる。いや減らせねえな、あんまり。うん、あでも半分ではいけるか。あ、いや倒せる。あ、いけたいけた、いけましたわ。はい、ということで今日はランダム報酬タワーやりましたけども、あ意外と早くクリアできた。うん、ちょっと無理かと思いきやできましたね。では報酬を見て終わりましょう。やっぱねランダムでいくとねなんか楽しいわ。うん、どう。あーソウルフォーカスさんいらない。あー虚無1クリニカダメだね、全部必要ありません。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。